塩川哲也君。6年間で307億円ということで、まあ、単一の既存の自衛隊基地駐屯地における施設整備費としては、単に例がないほど大きな額になっております。続けて防衛省にお尋ねしますが、この6年間における、実際施設整備費の中身としてお聞きしたいのは、 C2 の受け入れ関連、次期電波情報収集機の受け入れ関連、留保地関連、まあ、うち自衛隊病院がいくらか、航空医学実験隊移転関連の施設整備費はそれぞれいくらになりますか。防衛省平井大臣官房施設官。お答えします。2014年度の予算額から来年度予算の概算要求額までのそれぞれの施設整備費の合計額について、来年度予算の概算要求額が含まれるという前提で申し上げれば、 C2 受け入れ関連は約52億円、次期電波情報収集機受け入れ関連が約56億円、留保地関連は約142億円で、そのうちの自衛隊病院関連は約94億円、航空医学実験隊移転関連は約18億円となっております。塩川哲也君。自衛隊の医療や医学関連が大きな柱の一つになっています。続けてお尋ねしますが、2009年に防衛省では自衛隊病院と在り方検討委員会の報告書を取りまとめております。この自衛隊病院あり方、自衛隊病院と在り方検討委員会報告書において、自衛隊衛生の意義については何と書いてありますか。防衛省田原大臣官房衛生官。お答えいたします。自衛隊病院と在り方検討委員会の報告書、平成21年にまとまっておりますけれども、これにおきましては、自衛隊衛生の意義については、自衛隊の任務の遂行のため戦闘特殊武器等により発生した傷病者を治療・構想するとともに、兵装における隊員の健康を良好に維持して人的戦闘力を維持増進することにあるというふうに記載されております。塩川哲也君。自衛隊衛生というのは、戦闘特殊武器等により発生した傷病者の治療構想、構想というのを後ろに送るということですけれども、とともに人的戦闘力を維持増進することにあるということで、この位置づけに基づき自衛隊入間病院は設置をされます。で、医療法では、医療は生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とするとあります。ですから、通常の医療機関と自衛隊衛生、自衛隊病院の違いは明らかであります。新ガイドラインには、平時から戦争に至るあらゆる段階で補給、整備、輸送、施設及び衛生などの後方支援を相互に行うとあります。後方支援、兵站活動は武力行使といった不可分のものであり、その一環として衛生も位置づけられているわけです。で、この間、入間基地が関わった訓練において、この衛生、いわゆる軍事医療関連の訓練が行われておりますが、2017年度の自衛隊統合演習での入間基地における衛生に係る訓練内容、および2018年度の日米共同統合演習での入間基地における衛生に係る後方統合補給訓練の訓練内容について、示してください。防衛省森田大臣官房審議官。お答え申し上げます。2017年度平成29年度の自衛隊統合演習、実動演習でございますが、これと2018年度平成30年度の日米共同統合実動演習におきましては、航空自衛隊入間基地を使用した統合後方補給訓練の衛生関連の訓練項目がございました。具体的には、平成29年度の自衛隊統合演習におきましては、航空自衛隊 C-130 によりまして、那覇基地から入間基地へ自衛隊の患者を搬送する訓練、また航空自衛隊 CH-47 および陸上自衛隊の救急車により、入間基地から自衛隊中央病院へ患者を搬送する訓練を行いました。また平成30年の日米共同統合実動演習におきましては、航空自衛隊 C-130 によりまして、海上自衛隊岩国基地から入間基地へ米軍の患者を搬送する訓練を実施しております。塩川哲也君。
補足すれば、昨年の訓練では航空機動衛星隊が機動衛星ユニット、空飛ぶ集中治療室といわれる、そういうユニットを運用し、患者を拘束する要員の中には第一線救護衛生員という形で、いわばその戦場下におけるその救命措置を行える、そういう隊員を配置をしているということです。でこういう訓練の実態を見れば、この訓練先の沖縄や岩国を海外の戦場に置き換えれば、その意図するところは明確になります。海外での活動を想定した C2 輸送機が入間基地に配備をされ、隣接をして自衛隊病院が建設されることを見ても、米軍と一体になって自衛隊が海外の戦場で戦い、戦闘力を維持増進するために国内の自衛隊病院に負傷者を搬送するための訓練となっている、これが実態ではありませんか。誰か答えられます。専務官。鈴木防衛大臣政務官。防衛省といたしましては、国民の生命および財産を守るために防衛計画の大綱に基づき衛星に関する施策を含め、引き続き防衛力の整備に取り組んでまいります。よかったですよ。いや、ですからこの自衛隊の衛星というのがまさにその米軍と一体となって進められていると、今回の訓練においても米軍患者を搬送する訓練というのも含まれて行われているわけですよね。でそういう中に今のまさに日米、ガイドラインに基づくロジスティクス、後方支援において衛星も含めて行われるわけですから、兵隊の一環としての衛星として、日米軍事一体化が行われているというのが今の入間基地における訓練の中身にもなっているんじゃないのか、そういう問いについてはどういうふうにお考えですか。防衛省森田大臣官房審議官。お答え申し上げます。先ほどお答えいたしましたとおり、2018年度の日米共同統合演習につきましては、米軍の患者を岩国基地から入間基地に搬送する訓練を実施したところでございます。日米共同訓練におきましては、このような訓練も含めてこれまでも実施してきているところでございます。塩川達也君。最後に官房長官に伺います。この国家安全保障局をはじめとして内閣官房の事務を統括するのが官房長官でありますが、今お話ししましたように、この自衛隊衛星というのはまさにその米軍と一体に海外で戦争する自衛隊作りの一環となっている。入間基地の拡張強化計画の撤回、安保法制の廃止を求めますが、こういった自衛隊衛星について、官房長官としての認識を伺います。菅内閣官房長官。ご指摘をいただいています入間基地における病院等の施設整備や自衛隊統合演習内における衛星についての訓練は国家安全保障戦略、これを踏まえて作成された防衛大綱による衛星に関する指針を踏まえたものである、このように認識をいたしております。先ほど政務官が答弁されましたように、政府としては国民の生命及び財産を守るために防衛大綱に基づいて防衛力の整備に取り組んでいる、このことが大事だと思っています。塩川哲也君。国家安全保障戦略、この防衛計画の大綱というのは日米ガイドラインとまさにその具体化でもあるわけで、そういう意味でも日米軍事一体化が進むという意味での入間基地の拡張強化計画は反対だと申し上げて質問を終わります。